一つは G on G、 一つは L on G、 一つは L on L でカットしてみました。まず G on G の場合なんですけれども、首周りに当然重さがウエイトがたまりやすくなりますので、首が太く肩幅も大きく見えがちです。で、一方 L on G でカットしたものは鉢下にウエイトが、たまり、このケースも、首が短く見られがちです。しかし、L on L でカットした場合に首の見え方が非常に長く細くすっきりして見えると思います。動きの部分が非常にポイントでして、動きがある方がリフトアップにつながり、チークの部分が割とこうすっきりして見えるんじゃないかなと思います。口角も L on L のケースの方がアップして、つまりフォルムがはっきりとひし形になっている場合っていうのが効果的に見られます。 G on G の場合はどうしてもウエイトが下にたまりやすい分、口角の、アップっていうのはあまり見られません。L on G の際はフォルムの、厚みの部分が若干トライアングル、三角形で、収まっている分、ややすっきりして見えるんじゃないかなと思います。今回のモデルさんのコンプレックスをカバーする際に、やはり頬骨と首の部分を長く見せるというテクニックとして L on L がふさわしいんじゃないかなと思います。イヤーツーイヤーパート、それから、ツーセクションライン、鉢上鉢下というふうにツーセクションラインを取ります。長さの設定を、おおよそ決めてカットしていきます。最初は、バーティカル縦スライスで取ります。骨格の影響もどのように受けるのかということを、手で確認して、で L をまず設定します。なだらかな、ダイアゴナル斜めスライスに取ります。オーバーダイレクションバック、1枚目のところまで後ろに引き出しながらウエイトコントロールをしていきます。3枚目ダイアゴナル、2枚目のところがオンザベースになる位置までオーバーダイレクションバックでコントロールしていきます。しっかり、髪の毛を動かしながらエクスターナルの動きをチェックしながら進行していきます。一つ手前の部分までオーバーダイレクションを使いながら、どの位置に髪の毛が落ちるのかということを目で確認しながらコントロールすることが大切です。最初縦スライスで取ります。どの位置に髪の毛が落ちるのかということを確認しながらカットしていきます。オーバーダイレクションバック、オーバーダイレクションバック、一つ手前のところまで、オーバーダイレクションをかけることによってなだらかな、前下がりのデザインになります。カーブスライスで取りながら前髪にの長さをここでコントロールします。似合わせを考えながら L でカットしていきます。2枚目は前髪からディスコネクションをしながらインターナルの、髪の動きを作っていきます。どの部分に、髪の毛が落ちるのかっていうことをしっかり目で見て確認しながらレイヤーでカットしていきます。オーバーダイレクションと、リフティングをしっかり確認をしながら、
コントロールしていきます。ベースカットでほぼ9割近くフォルムが形成されているので、丸みを持たしたり、タイトにしたり、軽くしたりっていうことをコントロールしていきます。顔周りを、若干リフトアップして、若干深めのポインティングカットをしていきます。思いようでしたらかなり細かくお顔周り気をつけながら、毛先近辺にレイヤー的な、セニングで軽さを、コントロールしていきます。この顔にかかる部分、そこも似合わせをしっかり、見極めながら、両端から、つまむように、ラインセニング、束感ですよね、毛束感をつけるようなテクニックなんですが、質感を調整していきます。このディスコネクション、レイヤーとレイヤーで形成をしていて、それでもやはり骨格の影響や髪質の影響を受けて、ここにまあ膨らみが出にくいというケースの場合、細かくインナーレイヤーというテクニックで2箇所セニングを入れていきます。上の方が少し短めで、下の方が長めの、こういう角度で質感を取るものですから、浮遊感、軽さが、出やすくなります。お客様の、悩みを解決する、ための、まあ、カットの内容です。まあ、コンプレックスですよね。例えば、丸顔の人や、エラが張ってたり、絶壁の人、まあ、様々なそういう、こう、骨格の、コンプレックスを、解消するためにどういう、まあ、GL コントロールが必要なのか、またあのセニングも、どのように入れると効果的なのかということをまず学ぶのが一つです。もう一つはお客様の髪質が、細くなったり、またボリュームが、出にくくなったり、毛髪的な、ストレスや、悩みのお客様が多くなったと思うんですね。そのストレスを、まずカットで、どこまでどのようにして、コントロール、してあげれるのか、徹底的にマスターしていただく、そのコースを、準備、ご用意させていただきました。